これください。はい、店内で食べていかれますか？家持ち帰ります。わかりました。それでは消費税 8% つきまして、お会計108円になります。はい、ありがとうございました。まあちょっとくらいイートインで食べていってもいいよな。うん、うまい。おい、はい、え、脱税か。ああ、そっか、イートインだから 10% でしたね。ああ、しまった、すいません。こいつ店長か。 2% 分払いますね。脱税した分際で後から払うだ。ふざけんのも大概にしろよ。いや、怒りすぎだろこいつ。はい、皆さん、こいつがたった今脱税した犯罪者です。ちょっとやめてくださいよ、すいませんって。じゃあ警察呼ぶから。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。おまわりさん、こいつがお持ち帰りすると嘘ついてイートインコーナーで食事を取った犯罪者です。ほら、免許出せよ。やめてくださいよ。ああ、でも君知らなかったんでしょ。え、はい、俺テレビ見ないんで。じゃあ仕方ないよね、今度から気をつけてね。はい。ちょっと待ってくださいよ、絶対こいつ知ってますよ。いいんですか。まあまあ、消費税 2% 分はお店が損してるわけじゃなくて国が損してるだけだからさ、お店の損益には何ら影響はないんでしょ。そんなに目くじら立てなくても。そういう問題じゃないんですよ。熱いなこいつ。まあまあ落ち着いてよ。これが落ち着いていられるかよ。心ない市民によって今国益が根底から揺るがされてるんですよ。コンビニ店内に暴漢1人、至急警官を 2,3 人よこしてください。で、彼が犯罪者だという証拠は？いや、だから知らないわけないじゃないですか。日本に生きてて今更イートインで 10% 払うのなんて常識でしょ。ねえ、君知ってたの？いや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 、僕テレビ見ないんで。いや、スマホでわかるだろ。いや、マリカーしかやってないんでわかんないですね。はい、一応言っておくけど、イートインで 8% で食べたとしても脱税には当たらないんだよ。なぜなら税金を納めるのはお店側の問題だからね。お客さんは税金を安く済ませたということではなく、代金を安く済ませたということになる。でも110円のものを108円で買ったんだから詐欺でしょ。いや、お客さんの気分が変わっただけの可能性もあるから詐欺罪は成立しないし、今まで詐欺罪が適用されたことは一度もないよ。無罪。じゃあすいません、俺この後友達とサッカーするんで。もうイートインコーナー全てぶち壊す。こんなもんがあるからダメなんだ。正直者が損をするならイートインコーナーなどいらぬ。全ては正義のために。イートインコーナー使いたいんですけど、 10% 払ったんですけど。え、うち来ます。今日の授業は終わり。また来てね。